なあ、あやと。んあ、おはよう、りょう。おはよう。今日ってバレンタインだよな。知ってたんだ。そうだよ。心なしかみんなもそわそわしてるよね。お前、チョコもらったかもらったよ。誰にえ委員長でしょ神田さんでしょ松本さんにももらったね。全員に配ってる奴らじゃん。そうだね。ありがたいものさ。 リコからはリコちゃんからはもらってないね。っていうかまだ来てないんじゃない来てる。なんだよ。いやー、りょうってけなげだよなーと思って。うるさい。おはようとか言ったの遠かったから言ってない。近づきなよ、そこは。どこで見たのさ。玄関、入ってくの見た。 ちょっと急いで靴箱行ったら挨拶ぐらいはできるでしょ。他の奴と喋ってたから。下手れだね。うるせえ。でも、リコちゃんが先に玄関にいたのに、りの方が先に教室来たんだね。どっか寄ってるのかなチョコ、私に言ってんのかな見に行く行かない。ふふ。多分ね、 結城さんが一組のやつに渡したいらしいから、それに付き添ってるんじゃないあそこ、仲良かったでしょ確かに、玄関で一緒にいたな。うん。だから安心しなよ。うるさい。サンキュー。はは、かわいいね。可愛くねえ。ははは。でちょっと、暴力反対。じゃあ黙れ。わかったわかった。もうからかわないから。 リコちゃん。えおはよう、あやと。あ、りょうも。俺はついでかよ。おはよう。おはよう。うん。リコちゃん、もうチョコを誰かに渡したあやと。えあー、さっき渡したよ。ええ誰にとか聞いていいそんなに気になるあ、告白とかじゃないからね。はぁ、あ、ふ <laughs> どうしたの <laughs> ごめんね。気にしないで。バスケ部のメンバーに渡しただけだよ。マネージャーだし。なるほどね。俺もバスケ部なんですけど。え、うん、俺もバスケ部なんですけど。俺にはくれねえのえあ、あー、うん。後でちゃんと渡すから。ほら、焦るなって。焦ってねえよ。嘘だ嘘だ。お前は黙ってろ。 じゃ、じゃあ私、えっと予習するから。予習いつもしてないだろお前。きょ、今日はするの。は変なやつ。やっぱり、可愛いね。あぁりょうのことじゃないよ。だからだよ。ああ、もう、はいはい。わかったわかった。 なあ、あやと。んあとでっていつだと思ううーん、昼休みもう終わるから放課後かな。部活かなあ。それだったら他の奴らと変わらねえじゃん。そうかもね。リコちゃんに直接欲しいって言ったら。あからさますぎだろ。あのね、言わせてもらいますけどね。待ってるだけのお前はちょっとダセーぞ。 うるさい。自分から行動しなよ。うーん。あれりょう、あやとにいじめられてんのあ、リコあ、そんなびっくりしなくても。ああ、悪い。ちょっとリコちゃん、いじめられてるって何さ。なんか、りが落ち込んでる感じだから。いじめてなんかないよ。いじめてるようなもんだろ。お前、親友のありがたい助言をいじめてみるの いいよ。かわいそう。りょう、あやとに口で勝てないもんね。慰めろよ。ざま。てめえ。あ、じゃ、じゃありょう。んその、元気出るものあげる。はおはい、チョコ。へ、変なタイミングだけど、これで元気出してね。じゃあね。 おう、勢いでいったね。量、もらえたじゃん。これ、チョコチョコだってさ。正直、嬉しい。でもなんかついでみたいだったよな。さあね。<noise> あ、出てきた。部活お疲れ。 あやとも生徒会お疲れ。リコちゃんのチョコを食べたのまだだけど。開けたまだ。開けてみなよ。なんでじゃあ、むしろ聞くけど、量は何が入ってると思うそれ。はうチョコじゃねえのどんなどんなイメージが全く浮かばないお前は、俺と一緒に見た方がいいと思うよ。はい、開ける。なんだよ。 なんか、ラッピング凝ってるから、家で開けようと思ってたのに。カバン持っててやるから。そんなにかよ。ここを抜けばいいのかああ、取れた。これ、カップケーキ既製品じゃないよ。手作り正解。ちなみにこれは耳寄り情報だけど、リコちゃんにチョコもらった他のバスケ部の奴らは、チョコ菓子の詰め合わせだったんだって。 はえりょう、ここまでしてもらって、まだ待ってるだけでいいの明日、明日、告白するあやと、りょうってチョコ好きか知ってる リコちゃんからもらうものなら何でも喜ぶと思うよ。な、何の話バレンタインの話じゃないの。ち、違う。は、なくはないけど。やっぱりね。何でも喜ぶと思うけど、一口チョコ見てちっちゃって呟いてるのは見たことあるよ。大きいの食べたいってこと <laughs> 食い意地張ってるな可愛い,いねえ、りょうが 冗談でもやめて。びっくりした。俺がびっくりだよ。うまくいくといいね。まず伝わるか微妙だけどね。ああ、伝わらなかったら俺が消しかけとくよ。あはは、恥ずかしいからいいよ。ありがとう。 ラジオドラマ、告白にうってつけの日。両役、鈴木美紀よ。あやと役、桐村心リコ役、根ぎつぐみ。